それで高明、話って何なの？俺ね、体操連盟主催のアメリカ遠征チームに選出されたんだ。アメリカ遠征？うん、武者修行みたいなもんだよ。本当は大学生ばかりのチームなんだけど、特別に俺も一緒に勉強してこいってさ。そりゃ素晴らしい、さすが私の子だ。なあ母さん。どうしても参加しなければいけないの？え？いつか分かり合える時まで。日本選手権を控えてるんだもん。中学生の代表は関西の木戸恵理子と二人だけよ。でも日本選手権って大学生や社会人まで相手にして戦うんでしょ。葉月先輩なら大丈夫よ、きっと。あごめんなさい、みんな大丈夫？大丈夫です。はい、これ。ありがとう上条さん。ごめんなさい、何でもないの。ちょっとめまいが。大丈夫ですか先輩、無理なさってるんじゃないんですか？そうですよ、毎日遅くまで練習のしすぎです。みんな心配性なのね。誰だっていつもベストコンディションってわけにいかないわ。それより上条さん、あなたも来年早々ジュニア選手権、人の心配してる場合じゃないのよ。ええ、そうよ上条さん。あ、先生。のんびりしてちゃダメよ、ジュニアの選考会も迫ってるんだから。椎名さんが選ばれるのは間違いないでしょうけど、あなたの場合はまだまだ。頑張ります。もっと真剣さを出してくれればいいんだけど。選考会に落ちるわけにはいかないんだ。絶対残ってみせるわ。頑張ってるな、あいつらも。大石さん、用意できました。あ、大石さん、何するんだ？新しい着地技に挑戦するんだ。てるみたいだからしばらく動かさない方がいいわ。それから誰か大急ぎで保健室に連絡を。あ、はい。担架もお願いね。はい。それから山下くん、そこのマットどけてちょうだい。は、はい。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。ミスターリーのレコードがついに出たんだぜ。すごいじゃない。どこでスカウトされたの？ねえ、レコード会社はどこ？なんとこのレコードは記念すべき自主制作版なのです。よくそんなお金あったじゃん。バイトの血と汗と涙の結晶。俺たちがメジャーになったら後々価値の出ること間違いなし。そういうこと、今がお買い得。じゃあ1枚もっち、夏コースのサイン入りでね。
なんと、俺のサインは？うんうん、夏川くんの。ちぇ、おい、マオ、サインだってよ。ああ。ん？それじゃあ、すいませんが、あとはよろしくお願いします。あ、大石先輩、どう？うん、軽い脳震盪だったみたい。もう大丈夫だよ。あとは椎名さんに任せてあるし。うん。じゃあ、俺たち体育館に戻るから。ええ。よかったな。え？大石の怪我、軽そうで。うん。大石が葉月と二人きりになる方が心配ってとこか。え？もう真央くんったら、ふざけないでよ。しし、大石の傷に響くぜ。あ、じゃあ表で新鮮な空気でも吸おうぜ。まったく、無様なとこ見せちゃったな。練習熱心はいいけど、気をつけないとね。ほんと、情けない。もうちょっと休んでた方がいいわ。おいおい、大丈夫だって。だって危なく首の骨が折れるところだったのよ。それにくれぐれも高明をよろしくって、おば様から頼まれてるしね。どうかした大石くん。私何か気に障ること言った？いや、ちょっとお袋とね。さあ、買った買った。プリンスも真っ青、今一番乗ってるバンド、ミスター D の新曲だ。今買わなきゃもう一生買えないよ。700円、たったの700円。もう一声安くなんない？よし、今日だけの大特価650円。買った。マイダーリン。上条さん、今日は散々な日だったよ、ちゃちゃ丸。大石さんは怪我するし、私は石崎先生にこってり絞られちゃうし、ついてないの。あう、魔王のバカ。いかにしてレコードを叩くかだな。母さん、そんなにびっくりしないでよ。ほんの一瞬気を失っただけなんだから、軽い脳震盪だよ。あなたがびっくりするようなこと言うからじゃないですか。だから心配ないって言ってるだろ。だって危なく首の骨を折るとこだったって。それは葉月が言ったの。そう簡単に折れるわけないよ。ならいいんだけど、あなたはほっとくとどんどん難しい技に挑戦していくでしょ。お願いだから、もうこれ以上母さんを怖がらせないで。うん。それからアメリカ遠征の話は断ってちょうだい。遠征には行かせません。母さん、どうして、どうして反対するんだよ。世界の一流選手と一緒に練習できるっていうのに。母さん、体操選手にとってアメリカ遠征は夢なんだよ。母さん、ダメです。Thank you.
い練習に耐えるにはまず腹ごしらえ。新体操は減量が大切なスポーツだけど、私たちは育てたかり、選考会に受かるためにも体力をつけるのだ。これからは練習の前と後に体重を測ります。今日は一緒に身長も測るから、自分の体というものを再確認しなさい。新体操が自然で美しい動きを命としているのはよくわかってるわね。でもそれにはその選手の外見が持っている雰囲気といったものまで影響するのよ。そういえば世界の一線で活躍してる人たちって綺麗よね。贅肉一つないもんね。新体操は見せるスポーツだということを忘れちゃダメよ。いいわね。はい、はい、見せる演技。上条さん154センチ。半年で10センチ近く伸びたんじゃない？だけど体重の方もかなりなんだよね。選手ならやっぱり気をつけなくっちゃ。そうだね。その点葉月先輩なんか羨ましいわ。あの美貌にあのプロポーションでしょ。特にこの頃はめっきり大人っぽくなっちゃって、言うことなしよ。どうしたの椎名さん。何でもありません。ちょっとつまずいただけです。そう、なんか顔色悪いみたいだけど、それに体重も39キロしかないわ。いくらなんでも痩せすぎよ。注意なさい。はい先生。何やってんの。ほらほら、あんたたちはさっきつけたお肉を練習で落としてもらうわよ。はい。ん、どうしたの上条さん。大石さん、さっきからずっとあのままなんです。大石くん、ニュースニュース、ビッグニュースよ。落ち着きなさいよゆっこ。これを聞いたら光だって落ち着かなくなるって。一体何なのよ。大石さん、アメリカ衛星を辞退するみたい。え？なんかうちの事情らしいわ。たった今教員室で聞いちゃったのよ。だからそんなことはうちじゃ前例がないんだよ。素人さんのレコードを販売するなんて。前例がないなら作ればいいじゃないですか。それにそんなレコードを置いとくスペースもないしな。とにかく一度聞いてみてくださいよ。困るよそりゃ。なかなか張り切ってるな夏川君。あんた、この子は私の知り合いなんだよ。四五枚置いてもらえんかね。そういうことでしたら、なんとかスペースを取りましょう。ほっといてくれ。くそーたったもんな。誰があんなやつ、冗談じゃねえよ。ったく、どいつもこいつも、ついてねえ。ん？もう、どこほっついてたの？で、俺に何をしてほしいわけ？だから、どうして大石さんがアメリカ遠征を辞退したのか。そんなこと聞いてどうすんだよ。辞退するしないはやつの問題だろ。だってもったいないじゃない、せっかくのチャンスなのに。ふぅ、やつが羨ましいか。え、なんなら大石にお前のことどう思ってるか聞いてやろうか。何よそれ。私は大石さんがどうして遠征に行かないのか。やつが本当に行きたいなら行くさ。もう回ったら。お勉強ご苦労様。
勉強頑張ってね。あずき、大石さんによろしくね。はい。せっかく来てもらったのに悪いわね。高明は散歩するって。そうですか。でもおばさまにもちょっとお話が。君、え、この家に何か用があるのかね。いや、別にその。ちょっと交番まで来てもらおうか。そんな。おいし、何してんだよ。うちはこっちだぜ。お、夏か。なんかむしゃくしゃしちゃってブラブラ歩いてたらお前ん家の前まで来ちまってたんだ。俺ん家か。え、いや、俺もむしゃくしゃしてたんだ。一丁派手に気晴らしするか。これがいい。決まり。2323三郎社長、今なら飲み直したちの3000円 OK。 ねえねえ君たち、ちょっとアンケートに協力してくれないかな。いいかい、映画は何回行く月に。ああ、行かないの。旅行は年に何回行く。あ、これも行かないの。いや、この会に入ると映画もねえ。うわあ。あなた方は自らが清いと言い切れますか。この町は欲望に満ち満ち。お前信じられるか。あの大人にも俺たちと同じ15の時があったなんてさ。信じたいよ。おはよう、母さん。あ、おはよう。
ねえ母さん、俺やっぱりアメリカ行ってみたいんだ。俺体操一番好きだし、もちろん母さんには心配かけないように気をつける。お願いします、行かせてください。昨日の晩ね、葉月さんが見えたの。葉月が？お前が学校で元気がないって。テーブルの上のお守り、アメリカに行っても絶対体から離さないでね。え？母さん。ありがとう。